日南海岸沿いにある串間市の渋子湾大黒イルカランドでベビーラッシュです。3月31日の未明に孵化したフンボルトペンギンの赤ちゃんの体重測定がありました。灰色の産毛に覆われた赤ちゃんの体重を測ってみると98g。もう1羽は 95g ありました。手のひらサイズの赤ちゃんは1日 20g から 100g ほど増えていき、1ヶ月で 2kg 以上になります。間近で見た来場者は、ひよこみたい、なんか可愛くて感動しました。16羽いるペンギンのうち残り5羽のペンギンが孵化を予定しています。無事に生まれてきてくれてよかったです。はい、小さいうちに見れる機会がないと思うので、なるべく多くの人に見てもらえたらいいなと思います。体重測定の公開は4月8日までを予定しています。このほかペンギンのお散歩が毎日午後2時からありますよ。